ティモシー・ジョン・ミラーはアメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサーである。映画クレジットではティム・ミラーと表記される。1964年10月10日、メリーランド州法とワシントンに生まれる。1995年にデイビッド・スティネットと共同で CG アニメーション制作会社ブラースタジオを設立。2005年にジェフ・ファウラーと共に制作した短編アニメ。 ゴーハーブロークで第77回アカデミー賞において最優秀短編アニメーション賞にノミネートされる。2011年にドラゴンタトゥーの女のタイトルシークエンス。2013年にマイティ・ソー・ダークワールドにおいて冒頭シークエンスを手掛ける。2016年デッドプールで長編映画監督デビューを果たす。続編のデッドプールにでも 監督として続投される予定だったが、主演俳優で、プロデューサーでもあるライアン・レイノルズとのクリエイティブ面での相違により交番している。2019年に、ターミネーター、ニュー、フェイトの監督に起用。2020年のソニック・ザ・ムービーでは、制作葬式を手掛けている。また、動画配信サービスネットフリックスのアニメシリーズ、ラブ、デス・ロボットでは、 映画監督のデビッド・フィンチャーと共に制作総指揮を務めている。ありがとうございます。